ポール・テイラーは、イギリスの男性総合格闘家。イングランド・ウェスト・ミッドランズ州、ウォルソール出身。チーム・シュプリーム所属。総合格闘技に転校する前は、キックボクシングで活躍し、WPKC の王座を獲得する一方、大工として、生計を立てていた。2002年9月7日、刑事・令時の第一回大会で、 プロ総合格闘技デビューを果たし、マット・エウィンと引き分けた。2007年には UFC と契約を交わし、4月21日に地元、イギリスで5年ぶりに開催された UFC71 で初出場。エジベルト・クロコタに3ラウンド TKO 勝利を収める。9月8日には UFC75 に出場するも、 マーカス・レイビスに腕ひしぎ十字固めで一本負け、UFC 初敗戦となるもファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年1月19日、UFC80 で、東京出身のポール・ケリーと対戦し、判定負けに終わる。6月7日、UFC85 で、ジェス・リアウディンに2から1の判定勝利。10月18日、 UFC89 でベテラン選手、クリス・ライトルに判定負けを喫するも、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年6月13日、ドイツ初開催となった UFC99 で地元出身のペーター・ソボッタに3から0の判定勝ちを収め、UFC3 勝目を挙げた。11月14日、 UFC105 で、ジョン・ハザウェイとの同国人対決は0から3の、判定負けとなった。2010年10月23日、ライト急転校初戦となった、UFC121 で、サム・スタウトと対戦し、1から2の、判定負けを喫した。2011年2月5日、UFC126 でゲイ、ゲーブル・ルーディジャーと対戦し、左ハイキックによる小勝ちを収めた。 2013年9月19日、イギリスで開催される UFC ファイトナイト、マッチダ VS、ムニョスで、アンソニー・ヌ・ジョクアニと対戦予定だったが、負傷で引退を表明した。ありがとうございます。